こんにちは。遅なりました。5分。関係ないけど。みんな安全になってます、遊戯王の。まあいいか、そんな話は。やってみたんやけど、どうですか？集まった？最初の方で、インスタライブでやろうと思ってんけど、インスタライブやったら茶化しに来る人おるからね。俺のファンで中学生多いから。それはちょっとね、中学生の茶化されたら嫌やろ、みんな。だからちょっと、こっちやったら、ほんまに、質問したい人が来るんかなと思って、こっちでやりました。はい。ちょっと待って。合うてんな、俺これ。OK。はい、とりあえず、やっていきたいねんけど、ええかな、もう。もうちょっと待つ？もやっていいと思う人はちょっともやっていいよって言って 低評価押すなよ、絶対。まあ別に押してもええわ。みんなのためにっていうか、質問ある人のためにやってるから。もうやっていい？リューホ TV ダビドってほんまにリューホやろうな、多分な。やっていい？ほんまに。はい。とりあえずで、まずやっていくんですけど、僕がまず、プロになる方法っていうのを、下手くそでもなれる方法っていうのを載せたんですけど、それで、どれだけ、みんな、どういう反応してくれるかなと思って見てたんですけど、夢持ってる人多くて、その中でも僕の、言った通り、エリートはあんま見てないかな。でも、夢あって、今自分が下手くそやと思ってる人多いと思うんですけど、その人の、悩みとか、いろいろ、質問とか DM とかで、送ってきてくれたり、長文で送ってきてくれたり、それ以外に、俺が質問ありますかってストーリーで書いたらいっぱいくれたし、それは、軽い質問が多かったから、できるだけ、真剣に悩んでる人のためにやろうと思ってるから、ちょっと真剣に送ってくれた人の、中で一番多かったのは、そこから一番多いのからやるねんけど、ドリブルはどうやって学んだんですかって言われたんやけど、僕の場合は、小学校の頃ドリブル全然できんくて、で、それでドリブルできんかったのに中学からやりだして、自分では今でもプロでは上手い方やと思ってるんやけど、そこまで上手くなった理由は、まず、プロの試合を見て、僕の場合は、そういう戦術とかを見るっていうよりは、まず戦術する前に、まず技がなかったから、自分の技術がなかったから、どっちかというと、そのドリブルとか、そのサイド、俺やったサイドの選手やから、サイドの選手の動き出しから、ドリブルでフィニッシュまでのシーンを見てた。もう試合90分通して見るんじゃなくて、そいつのプレーだけに集中して見てた。で、そいつがプレイする、例えば、クリロナね。クリロナの、なんか、クリロナのターンわかるね。この、クッてターンするやつ。クリロナターンするやつあって、それとか、クリロナターンするやつ、多分ね、できない人もいると思うね。やってみたらわかると思うねんけど、クライフターンかな。
暗い負担っていうんかな、わかる？まあそれをやってみたら自分でできんくて、でしかもそれを試合で使おうと思ったら、普通にできるだけじゃあかんねんな、素早くできなくちゃいけないっていうので、その例えばクルナがやってるテンポと同じテンポでやってみて、できなかったらもうひたすらできるまでやった。例えばルナウジーノのシザースやったら、ルナウジーノ3回シザースしても次の一歩めっちゃ早いねん。その一歩めっちゃ一歩、その最後の何て言うん、123って視察した後のもう一個、クリロナワンビートね。オッケーオッケー、ワンビート、そう、ワンビートめっちゃ練習した。あとクリロナ、ルナウジーノやったらシザース3回した後ボール出す時に、まあ普通の人やったらその3回シザースした後一歩めっちゃちょっと遅なると思うねんか。まあ俺の場合は中学の時遅くて、シザースした後の一歩が遅くてボール取られるっていうシーンがあったから、それは、できるだけルナウジーニョと同じテンポでできるように練習しました。で、僕の、中学生の時はちょうど安子がセクシーフットボールで、優勝した時期ぐらいやって、まあ、クスカミとか、ね、イヌイとか、ね、まあ、いるん多分みんなも分かると思うけど、まあ、その世代が安高校でやってたボールタッチっていうのがあって、まあそれは多分調べてもらったら出てくると思うんだけど、ああいうボールタッチって意外とできないのが多いねんか。まあ俺中学やったから余計に、小学校からやってたらある程度できる人多いと思うんだけど、それでまあ中学からやり始めたからもう感覚がなさすぎて目つぶってできるようにまでやりました。そのボールタッチっていうのはいろいろあると思うんだけど、それは YouTube で喋ったらバンバン出てくると思う。それを俺は目つぶってできるように頑張りました。まあ今できるかって言ったらまだ、まあ今はまあ技術っていうよりは、まあプロになれば頭使えば、プロになってからは頭使うようになったから、まあその目つぶってドリブルするまでいらないから、わかるかな。で、まあプロになったらそうやって目つぶってまでドリブルしろってならんから、まあね、まあ、中学校、高校は、できるだけ目つぶって、もう、ボールどこにあるか分かるぐらいまでドリブルしました。多分、それまでできる選手は少ないと思うし、まあ、ただ、ボールタッチできる、ボールタッチ、目つぶってボールタッチできる選手でも、抜くときに一歩が遅い選手とかおると思うねんけど、僕は、だから、まあ、目つぶってドリブルもできるようになったし、その中でまた相手抜いた後の一歩を他の人より絶対速くしようと思ってずっと練習してきました。そう、だからまあそこは他の人と、比べて差をつけれたことかなと思います。はい。どうですか？で、ドリブルの練習っていうのはほんまいろいろあると思うねんけど、まあ例えば今、まあ、俺が参考にしてる選手とかはいっぱいいると思うんで、もう、例えば、俺らのチームやったら、森晃太、高井和馬、あ、うまいと思う。ドリブル、めちゃめちゃうまいと思うんだけど、そいつらがやってるのは、例えば、シュートの時ね、シュート練習の時に、一回ステップ入れてから、和馬はシュート打ちます。一回トラップする前に、一回ステップ入れて、トラップして、すぐシュートを打つっていう練習してる。多分みんなが今小中高でやってるみんなは何気なくトラップして、何気なくシュートを打ってると思うねんけど、高井和馬は、ステップして、一回ステップしてからトラップしてすぐシュートを打つっていう練習してる。まあ他の人と全然それが、まあ多分得点力にもつながってると思うねんけど、そういうのもある。あと森晃太やったら、トラップしてから目の前に敵がおるのをイメージして一人抜いてシュートを打つっていうイメージをやってると思う。ただのシュート練習やねんけどな。ただトラップしてシュート打ったらいいだけの話やねんけど、まあその森晃太っていう選手は自分の目の前に敵がおると思ってトラップする。で、だからポーンって目の前にポーン1メートル2メートルポーンってトラップするわけじゃない。自分の足元にパンって止めて、で、一人抜いたイメージでシュートを打つっていう。まあ、それだけでも、ほんまにドリブルの感覚って全然ほんまにもう、一日、
1日じゃ変わらんけど、ほんまに1ヶ月とか2ヶ月やっていくと、ほんまにそこで差が生まれてくると思います。はい、そういうところでも、ドリブルの練習ってできるから、まあ、シュート練習とかパスの練習でも、うん、自分のそのイメージ、ドリブルのイメージを持ちながらパスするとか、持ちながらシュートするとか、そういうのをイメージしたら、もうちょっとドリブル上手になるんちゃうかなと思います。で、まあ、今これエリートが見たんなら、いや、そんなん当たり前やとか思ったり、いや、そんなんじゃプロいけないよって思うかもしらんけど、俺実際それでプロ行ったから、まあそれ他のこと何にもできずにドリブルだけでほんまにプロ行ったから、俺はそれはほんまにおすすめします。ほんまにドリブルした方がいいと思います。ドリブルで、余裕がドリブル、まあセンターバック とかボランチとかもでもドリブル練習した方がいいんですかっていう質問もあったんですけど、まあドリブルはほんまに練習した方がいい、ドリブルは練習した方がいいっていうのは、まあ余裕が生まれるっていうのがあります。まずドリブルで、ドリブル磨くことによって足元の技術がつくっていうので、キープできるようになる。ドリブルキープできるようになる。で、ドリブルキープできるようになったら、次、周りを見る余裕ができる。下手なやつってやっぱり足元ばっか見てるから。まあ、ドリブルほんまに磨いて、もう目つぶってもできるようになれば、もっと、パスするコースも見えるし、シュートするコースも見えるし、敵も見えるし、で、味方も見えるし、まあ、余裕が生まれると思います。で、余裕が生まれることによって、例えばセンターバックやったらビルドアップもっとミス少なくなると思う。で、相手が前からどんどんプレッシャーするチームっていっぱいあると思うんだけど、そういうチームが来ても全然余裕にプレーできると思う。プロでも全然ドリブル、センターバックでもドリブルできる選手っていっぱいいると思う。大崎レオ選手だったり、大崎レオ選手めっちゃドリブルできるでしょ。もうボランチまで持ってボランチのところまで持っていったりするでしょ。とか、まあ、他にも、まあ、神戸で例えたらね、まあ、いっぱいいる、神戸の選手だったら、もうみんなドリブルできるからね、あんな見てたら。ああ、やばい、取られたなと思う瞬間でもドリブルして、かわすシーンとかあるでしょ。やっぱり、ドリブルって大事なんやと思います。そう、ドリブラーになれって言ってるわけじゃないから、俺が言ってるのは。ドリブルを磨けとは言ってるけど、ドリブラーになれって言ってるわけじゃない。それは個性があるから、みんな。それはしっかり、自分で、まずドリブルっていうかボールタッチとかドリブルを磨くことによって、でセンターバックボランチも余裕が生まれるからやった方がいいよっていう話です。はい、そう、どうですか、他にありますか、言って全然で。まあじゃあ俺からもらった質問からいくかな、それでいい？高校時代はワックスつけてないよ。ダメやったから、チームが。身長伸びますかっていう、身長まだ伸び、なんか身長ちっちゃいんですけど、どうすればいいですかっていう話も来たねんけど、質問ね。それは、まあ、身長は、まあ、伸びんと思った方がいいんじゃない？で、身長が伸びないと思ってたら、多分スピードとかステップとか、まあ例えばほんまにドリブルとか絶対重要になってくると思う。でほんまそこでドリブルとかステップスピード磨いといて、それで身長が伸びたらもっと良くなるから。身長なんて俺も身長あったらいいなと思ってたし、この技術で身長やったらもっと簡単に上いけたと思います。今は僕はまあ下手で、まあ小中下手で、まあ高校はできるだけ頑張ってほんまに死に物狂いにやって、ほんまに死に物狂いでやって大阪府の決勝で負けちゃったから、まあそれでプロ行けてんけど、まあね、そのまあそこで身長もうちょっとあれば簡単にプロ行けたなとは思ってますよ。何言ってんねん俺。はい、で、他にも質問ありまっか？俺のツイートおもろいとかそういうのはいいから。うん。体小さい人は手や体の使い方ね。大きい選手に普通に当たったら負けるよ。
例えばいろんな方法あんねんけど、俺は小中高めっちゃちっちゃくて、俺160ぐらいしかなかった、高校の時。で、高3になって168ぐらいになったかな。で、まあ170、まあ170やねんけど、その時に、まあ自分で、まあ自分、俺写真とかめっちゃあんねんけど、そう見せたいわ。なんかな、俺めっちゃちっちゃかってんやんか、最初ね。ないかな。めっちゃちっちゃくて、それでまあ大きい敵とすり合うために必要やったこと、まずヘディングね。ヘディングは相手の肩に膝乗せてた。膝っていうかすね、相手のジャンプして相手の肩に膝乗せて、で相手よりもう一個上に行ってヘディングしてた。見せたいわ、これちゃんと。わかるかな？相手のもう一個上に行くっていうのは。で、例えば次、あとはボール、セカンドボールのあの拾うときとかは、やっぱり力って、やっぱり背でかい方が力は絶対強いから、それに勝つ方法っていうのを考えて、そのときはまだ筋肉つけれてなくて、まだ身長伸びると思ってたから、まあ関係ないと思うんだけど、まあ筋肉つけてなくて、で身長も低くてガリガリやってん。でもそれでもでっかい人に勝てた、当たり方っていうか、体の当て方っていうのは、下から上に持っていった。こう当てるんじゃなくて、こう当てる。こう当たったら、やっぱりこう当たったら、でっかいやつにこう当たったら跳ね返されんねん。まあ、俺の理論やけどな。でも、こうやって当たってくるでっかいやつに対して、グッて、ちっちゃいやつだからできることやねんけど、こうやって当たって、わかる？上に上げる。多分メッシとかもよくやって。俺メッシ見て、そう感じたから、自分でね、そう感じたから、下から当てるようにしました。で、でかい選手っていうのは、力任せてくる人が多いと思う。小中高はね。プロなったら違うよ。もうプロなったらもう技術も、そういう体を当てるテクニックもあるし、体のただの強さもあるから、それはもうプロと小中高はもうほんま別格。なんか、なんていうの、小中高の人たちとプロはほんまにもう全然違うからね。それはもうプロになったらそれは参考にならないねんけど、俺が高校までにこれ使えるなと思ったのは、下から当てること。下から当てる。まあ難しいと思うねんけど、下から入ってバンって当てたら、相手って重心が上に行くから、重心が下になれば下になるほど土台がしっかりして、動きに体がぶれないねんけど、相手の重心を上に持っていくことで、自分はもうちょっとなんか楽にプレーできたなっていうのを感じてます。で、手やけど、例えばカットインするときね。カットインするときとか、相手を抜いた後は、一回相手触った方がいい。抜いた後、相手触られへんかったら、普通にドリブルした方がいい。抜いた後、こうやって触った方がいい、一回、相手を。その抜いた相手ね。抜いた相手を触った方がいい。で、触って、あ、まだ来てるとか、あ、まだ、あんま来てないなって分かると思う。だからその時に、あ、もう来てると思ったら、もう一個タッチする。もう一回タッチするっていうの大事。抜いてからの一回のワンタッチが大事やねん。抜いて、抜くやろ。抜いた後、左足、例えばシザースして左足抜くやん。抜いた後、右足で触るってイメージ。わかる？こうやって、抜いて、で、来てるなと思ったら、もう一回右足で触る。そうやったら、より遠くに持っていけるから。シザースして左で触って、もう一回左で触るよりかは、ボールね、ボールの話、足の話、これ今、足ね。シザースして、抜く、その後もう一回左で、するより、左でもう一回タッチするより、シザースして、抜いて、右足でもう一回、遠くまで持っていく。
そうすれば、敵はボール触られへん。左抜いてタッチして、でもう一回左でタッチすると、その時間の間に相手ロックオンできるから、そのボールにガッシャンいけるね。多分さっきやってるやつは分かると思うんだけど、だからできるだけこうやってこうね、これもうこうやれっていうわけじゃない、もう触ったらいい、相手触るだけでいい、触って感覚確かめるだけ、どこにおるかっていうのを確かめたらいいと思う。抜いた後どこにおるかって確かめて、来てるなと思ったらもう一回タッチして、で来てないなと思ったら周り見る時間であったり、周りで走ってるところを見たらいいと思うし、走ってる選手を見たらいいと思うし、まあ手だけでいいと思う。まあ、後ろから来てる選手なんてもう見んでいいと思う。その抜いた選手だったらね、抜いた選手なんてもう見る必要ない、もう後ろからどうせ来るねんから、あ、こうどれぐらいの力で来てるんかなっていうのだけ手で確かめれるようにした方がいい。で、あ、来てないなと思ったら、普通に、ドリブルしたいと思います。多分感覚、これも感覚やから、やっぱりやることが大事。俺も小学校、中学校、ドリブル下手やった時は、手がうまく使えなかった。で、抜いた時に、そいつらのことを書いてもいいよ。そいつらを使って、これ敵やとしたら、敵を書いてもいい。抜いた後に敵を書いて、引っ張ったらあかんよ。引っ張ったらあかんけど、敵を書いて前に進むって。それやったら相手どこにいるかっていうのも確かめることもできるし、それで高校の時はもう中学と変わったのは、それで手を使えることによって、なんていうの、どこにいるか確かめれたし、その力を使って、その後ろにいる人たちの、後ろから来る人たちの力を使って前に行った。わかるかなこれ。はい、ということで、次あれかな、バスケ、ちょっと待って、バスケ部に入る予定、ああこれ来たね、これ、でもプロになりたいですって、中学でサッカーしないと高校では通用しませんよね。うん、そうやな、まあやっぱり俺ら下手なやつって、まあ下手なやつってやっぱり、人より練習しなあかんと思ってんねん。エリートやったら、例えば、効率よく、例えば1時間でも効率よくしたら、効率をね、効率よくって分かるやろ、効率よく練習したらプロになれますっていう選手もいんねん。1時間だけでも、ほんまにサッカーのこういうイメージをしながら、サッカーの試合をイメージして練習ちゃんと励んだら、普通にプロになれますって言う人もおんねんけど、それは、まあ、例えば俺、小中高下手やったから感じんねんけど、1日でもほんま無駄にしたらあかんと思ってます。だから、まあバスケ部に入りたいっていう気持ちもわかるけど、まあ、もしプロになりたいっていう気持ちがあるなら、サッカーもうちょっと頑張ってやった方がいいんじゃないかなって思います。僕の場合は、ね、小中の時はもう夜中12時ぐらいまで、もう親が心配するぐらいまで、公園で練習してたっていうのはあります。で、あと高校になったら、まあ寮に帰ってから、まあ寮、まあ元太とか聞いたら分かると思うねんけど、俺走りに行って、他の人が走りに行かんかったからね、その寮で他の人が走りに行かんかったし、自分はその中でも下手な方やったから、この人たちに差をつけるにはどうすればいいかって考えたら、まあ俺の場合はドリブルしていつも息切れしてたから、走らなくちゃいけないと思って、でダッシュしてました。山だったんで、山やったから、もうその寮がね、山のふもとっていうんかな、やったから、山に向かってダッシュしてました。で、それがまあ馬力にもつながったし、長友選手とかも、やってるって聞いたことあります。インテルの時に坂道作ってもらったっていう話知ってると思うんだけど、はい。で、まあ、それで、はい、そうっすね。まあ、できるだけ、毎日毎日、サッカーのこと考えてやらないと、まあ、僕たち下手な人たちは、
サッカーが下手な僕たちからすると、一日一日無駄にできないから、ちょっと他にバスケとか他の野球とかそういうのに走っちゃうのは、まあそれでプロになれないっていうわけじゃないけど、まあ俺ら下手な人から見たら、ちょっとそれはもったいないなっていう気はします。もっと上手になるのにって思います、その間に。あと、J の練習会やトライアウトっていうのはどうすれば受けられますかっていうのはあるけど、まあ、それは、僕の場合は、中学の時、小中高の、監督コーチが、いろいろ仲良かったっていうのもあるけど、まあ、僕も、どの試合も、手抜かなかった、小中高。負けるときはいつも悔しかったし、勝つときはいつもほんまに嬉しかったし、で、そういう試合の中で、たまたま、まあ、普通の練習試合に見に来てくれた、フロンターレの、スカウトがいて、その時に僕は、まあ、全然活躍できんかったんやけどな、その試合。全く活躍できんかったんやけど、まあ、勝つ意欲っていうのは多分、見てもらえたと思ってんね。それはめっちゃ悔しがってたなっていうのは、まあ、後々言われてんけど、その時、まあそういう貪欲な気持ちっていうのを、持って、いつも練習や、試合やってたら絶対誰か見てるから、絶対誰か見てる。で、友達とか、今日友達とかと一緒に、あ、今日だるいなって言われたら、あ、俺もだるいなって思っちゃったら、多分そこで誰も見てもらえないよ。そういうところで、誰か見てるなと思いながら毎日練習や試合やった方がいいと思います。僕なんてほんまに安高校との試合、まあ安って言っちゃったけど、プリンスリーグで、まあ普通の試合やってんけどな、普通の試合やってんけど、あ、俺のこと全然スカウト見てくれへんなっていう感じで見ておって、で、その試合、なんか、たまたま、俺、ハットトリックしてん。ほんまに勝ちたくて。ハットトリックしてん。その試合が初めてフロンターレの人が見に来てくれた試合でした。はい。っていうのを聞きました。やっぱり、いつ見てるかわからんから、俺はその試合、ほんまに頑張ってよかったと思うし、まあ、いつもその小中高の時は、ほんまに負けず嫌いで、もう、どの試合もほんまに、勝ちたいっていう気持ちでやってたから、ほんまに絶対誰か見てるから。で、頑張ってる姿見たら、絶対監督とかコーチも、こいつちょっとどこか連れて行ってあげたいなっていう気持ちになると思う。もしその声がかからなかったとしても、その監督コーチが、いろいろ、教えてくれると思うから、それは絶対聞いた方がいいと思います。まあ、あとは、周りとのコミュニケーションとって、いろんな人がいると思う。あと、今やったら本田圭佑さんとか長友選手とかね、ああいうので、受け付けたりしてるでしょ。ああいうのも、もしどこからも声かからんし、もう周りとの、その監督コーチとかも全然知り合いないなっていうのもあったら、そういうところで、相談してみたり、そういうとか、ワン東京とかあるやん。あんたはもうチャンスやん。ああいうのとかも。ねえ、チャンス逃さない選手いっぱいいたけどね。めっちゃ応募あったって聞いたけど、ああいうので、まあチャンスを伺うっていうのもありやと思います。長距離走はね、苦手でした。長距離走は苦手で、まあ、どっちかっていうと、まあ、頑張るのが苦手やったね。頑張るのが苦手。頑張るのは苦手やったけど、負けず嫌いでした。負けず嫌いっていうのがあったから、長距離ほんま苦手やけど頑張りました。まあ僕らは山ランっていうの、山の上にグランドがあるから、そこまで山ランっていう山走んねんけど、まあそこでも僕は真ん中ぐらいでしたね、いつも。トップになれるわけでもなく、たまにほんまに頑張ろうと思って、1位になったろうと思ってやるけど、やっぱり長距離速いやつには負けてました。
でもまあ、最下位はなかったけどね。最下位はなかったけど、まあ、ある程度、まあ、ある程度走れたぐらいで、長距離はほんま苦手でした。マキヒコおんの？どこにおるマキヒコ？プロになりたいですって。プロになりたいですって言って。で、ほんまにプロになりたい人は、まあ、こういう時って、まあ今コロナやから仕方ないけど、こういう時期は、まあ、準備期間って言ってた。本田圭佑さん言ってたね。準備期間っていう、今、みんなとどれだけ差をつけれるかっていうのは大事。まあ、家から出れない人は仕方ないし、まあ、家から出れないのは仕方ないし、まあ、制限されるけど、できることって。まあ、それでも家の中でもできることあるし、家の目の前でできることってあると思うね。まあ、リフティングでもいいよ。ほんまにリフティングでもいいし、ドリブルでもいいし、何か、今、ちょっとできることっていうのは、見つけてやらないと、差つけれないし、で、このコロナが収まった頃に、またいろいろ、まあ、海外でもいいし、ほんまに、J から、来おへんなと思ったら、海外行ってもいいと思いますし、で、僕だったら J3 のトライアウトめっちゃ受けたから、J3 と JFL のトライアウト受けようと思って、まあ、J3 3つと JFL 1つかな、受けようと思ってんけど、その時に J3 を2つ受けた段階で、金沢から、杖原金沢からオファーもらったんで、それでそっちに行ってんけど、俺は、これ初めて言うかもしれんけど、俺、琉球落ちたからね。トライアウト。J3 の琉球。その時ね。その時 J3 の琉球落ちたから。J3 の琉球で落ちても、プロなれたから、俺。そう。お金払いましたよ。参加費も。で、トライアウト落ちて、もうそれでもほんまにムカつきましたわ。ほんまにマジで俺プロなれへんのかなと思ったんよ、その時は。でもそれでオファー来たからよかったけど、やっぱりどこか琉球で全然ダメ、琉球の時に全然ダメでも、やっぱ他のところでほんまに頑張ってやってたから、自分プロ、またプロなれたんやなって思いますし、そう、何があるかわからんから、やっぱり行動することって大事だと思います。プロなりたい気持ちあったら、やっぱり海外でも全然飛び出せると思うし、そうやって飛び出して成功してる選手もいると思うし、何か絶対、本田圭佑さんのワントーキョーとかもそうやね。何か、そういうので行動してみるのも大事だと思います。ほんまに俺落ちたから、初めて言うかも。トライアウト落ちました。琉球のね。で、上手い人にいじめられるって。わかるよ。上手い人にいじめられる。なんて？サッカー続けたい気持ちはもちろんなんですが、自分が下手で、上手い子にいじめられるのが嫌です。ないので決断ができません。まあ、まず俺、小中の時は、上手いやつに、お前、来んなよって言われたよ。俺、ケントレで。ケントレで、中学校やね。中学校の時に、ケントレで俺、覚えてるもん、自分で。お前来んなよって言われた。俺ドリブルして、ミスしてん。ドリブルしてミスした時に、お前来んなよって言われた。俺はもう絶対覚えてるし、そいつの顔絶対忘れへんけどな。今見てるかもしれんけど。もう絶対、そいつらとか、ほんまに、そうやって人をけなすようなやつは、マジでプロなってないから。そんなやつら相手したらあかん。で、自分がそいつより上手いなと思ってもいいけど、上手いから自分はこいつらより目立ったらあかんとか、こいつらにちゃんとパスしなあかんとか、そういう気持ち持ったらプロなれない。で、俺は中学校の時にそれでパスしちゃって、上手い人たちに。それで全然うまくいかなくて、ケントレも落ちたし。選考会ね。ケントレの選考会でパスしちゃって。
もうそういう気持ち弱い選手は絶対プロになれないから、そういう、まあ、その小中高で上手い選手って、自分より上手い選手っていると思うねんけど、チームとかセレクションの時にいると思うねんけど、そういう選手に負けない、気持ちを作ることが大事で、まあ、そいつらはプロならないと思った方がいいよ。で、俺は国体の時とか、高校でね、国体の時とか、小谷選手って今 J3 の、どっちや？岩手かな？にいるねんけど、小谷選手っていう、ガンバ大阪のユースやってんけど、その人は同じチームやって、国体で同じチームやって、セレクションで俺めっちゃ下手やってん。ほんまにめっちゃ下手やってんけど、俺を生かそうとしてくれたし、俺に点取らしてくれてん。絶対自分も目立ちたいはずなのに、俺に点取らしてくれた。で、俺は結局国体で落ちてんけど、そういう選手は今プロにいるから。やっぱり上手い人でも自分を生かしてくれたり、自分、どうやって自分のチームが勝とうとしてくれる。そう。でも、そういうところで、国体で持ったよ。めっちゃ下手やん、こいつって。俺言われた。国体でも。で、そいつら、その後、プロなってない。これはほんまに言えること。そういうことです。これは響いてほしいなと思います。今、下手なやつって、その上手いやつをどうやって越していこうって、毎日毎日考えてください。それですごい変わると思うし、俺はほんまに中学校の時の、マジでこう帰れやみたいなね、こいつ下手くそすぎやろっていうのね、もうずっと残ってる心に。もうこいつら絶対越したろうと思って高校入りました。その気持ちは絶対、今そうやって上手い人がにいじめられるとか、まあ思っちゃう人もいると思うけど、まあそいつらいじめるようなやつらともうなんか合わへんから、1、2年だけやから。そう、もう1、2年でそっからもう絶対合わへんし、今も俺もそうやって、こいつバレ下手やんとか、こいつ帰れやとか言われたやつらにはもう一切会ってないし、そいつらに会うこともこれからないと思うから、こいつら絶対越したろうと思って、その気持ちで頑張りました。だからそのね、なんかこういう、なんか自分うまいと思ってる、まあその時はうまいと思うねんけど、自分うまいと思ってるやつってね、そうやって言うねん。自分が上に立ちたいねん。そう。上に立たしといてあげたいねん。そういうやつらは。でも、その後、これから、絶対に、こっから、立場逆転してる、したるからなっていう気持ちで、頑張ってほしいと思います。俺はそれで、プロになったから。俺はほんまに下手やったけど、そういうやつらを、絶対に越したろうと思って、プロになりました。はい、OK。25歳ですか、本気でプロ目指してます、トライアウト受けるのはどうすればいいですか。それはチームに聞いたらいいと思う。俺はチームに聞いたよ。琉球にも聞いたし、町田ゼルビアにも聞きました。他は、受けてないから、受けようと思って、あともう一つともう一つは受けてないから、結局、まあ、4つトライアウト受けようと思ってたけど、2つしか受けてないから、まあ、それ以上は言われへんけど、まあ、その2つは俺は連絡し、でん、連絡、えー、電話し、電話と、ホームページ検索と、周りの人に聞いた。で、教えてもらった。それでトライアウト受けて、琉球は落ちたし、琉球はほんまに落ちた。あっさり落ちました。聞いた方がいいと思うよ、いろんな人に。自分で抱え込むのはよくない。ラントレは何をしたらいいですか？僕の場合は、まず自分の体を、まあラントレって、まあ持久走で大事やと思うねんけど、まず俺が小中高で大事やと思ったのは、100%で走ること。100%で走ることっていうのは、
ね、練習とかで 100% で走れない時があると思うんだよな。試合でも、まあ、100% で走ることって少ないかもしれんけど、 100% で走れないと 80% で走られへんねん。わかる？ 100% で走れるようになったら 80% が手抜いて走れるっていう感覚になると思います。それで 100% いつも100% でダッシュできない人、なんていうかな、俺が 100% で走れなかった時はその 80% のパワーで走るダッシュがめっちゃしんどかった。でも、100% で走るトレーニングをすると 80% でのパワーで走るトレ、走るダッシュが少し自分は今手抜けてるとか楽に走れてるとかそういう感覚になったから、まあ、100% で走れんやつは 50% で走られへんからね。わかるかなこれ。まあ分かってくれたらいいと思うねんけどな。俺喋るの下手やから全部ゆっさんに任せてるから編集。はい、ということで、まあランメニューっていうよりかまずダッシュね、まず 100% のダッシュができるようになった方がいいと思います。はい、でプロと学生との違いっていうのをやりたいけど、まあ、まずプロになる方法やから今回はそこをやりたいと思います。今は体幹か外で練習かどっちがいいと思いますか？いやー、まあけどね、公園とかでね練習は良くないと思う、うん、人いっぱいいるからね。まあ人がいなかったらいいと思うけど、それで今コロナが流行ってるからね、家族に移すのが一番あかんし、そっから家族に移らんかったとしても他の人に移るっていうのがあかんからね。まあできるだけ家の中で過ごしてほしいな。まあ家の周りで誰もおらへんねやったら、まあまだやっていいと思うよ、いろいろ。で短距離で、走り遅いって言ってる人がいるねんけど、いっぱい DM もらった、走り遅いねんけどどうすればいいですかって言ってる人いるねんけど、走りスピードって、俺小学校から中学校の途中まで俺めちゃめちゃ走り遅かった。で高1までめちゃめちゃ走り遅くて、で鈍足って言われてる、一個上の先輩と体育大会で 50m 俺負けてん、鈍足って言われてるやつに負けたぐらい、俺走りめっちゃ遅かったんけど、そこで学んだのは、フォームと、自分の姿勢、フォームとその自分の走り方を動画に撮って見ることが大事だと思います。はい、一回自分で、スピードが遅いっていう思ってる選手は自分で一回、自分の走ってる姿を動画に撮って見てみたらいいと思います。走る速い選手ってフォーム綺麗やし足が上がってて、それは、YouTube にも、短距離のスピードが速くなる方法とか、那須さんとか上げてると思うし、他にも、ドリブルデザイナーの岡部さんやねが、載せたりしてます。もう同じ理論で僕も高校の時、学んだんで、そこはほんまにフォームだけで、フォームと足の上げ方だけでほんまに変わります、マジで。スピードもう急に一番チームで走り速かったやつに追いつくわけじゃないけどね、急にチームで一番走り速くなるわけじゃないけど、やっぱフォームとかってやっぱ見直すのは大事で、ほんまに走ろうせやつっていうのはフォームがダメやから、しっかりそこはほんまにちょっとフォームとかいろいろちょっと勉強したり、 YouTube に載ってるからその通りに練習したら絶対走り速くなるからやってみた方がいいと思います。俺はそれで走り速くなりました。走り速くなったって言ってけど、もうめちゃめちゃ速いってわけじゃないけどね、まあある程度平均より速いし、スピードのような自信あると思ってます。あ、古橋よりは遅いけど、で、梅ちゃん来たん？カマキリを飼ってるんですけど、どうしつけに行っても
水が、うわー、それしゃあないね。カマキリってね、やっぱ、まあ、カマキリってば、やっぱり生きていくために必死やからね。まあ、それをどうにかしろって言われても、カマキリ自体は必死やから。まあ、それはもう、プロになりたいみんなと一緒、必死やから。もう必死な、もうプロになりたくて必死やと思った人は、もう、例えば俺ね、俺とかもうプロになりたくて必死やと思ったら、もう他の遊びなんてどうでもよくなったし、他の人と遊びたいとか、携帯持ちたいとか、携帯俺ら禁止やったから、大阪桐蔭ね、携帯禁止やったから、携帯持ちたいとか、もうそういう心一切なくなった。だからカマキリもそうなんや。カマキリももう必死やから、もうそのことに必死やから食べちゃうねん。オスがメスを食べちゃうんやね。メスがオスを食べちゃうんやね。メスがオスを食べちゃう。それ必死やから。必死やからできんねん。俺もうプロになりたいね。必死やったから他のことは考えなくなった。カマキリも、もう生きるために必死やから食べちゃうねん。それでいいか？梅ちゃん。梅ちゃん。あんずです。分かってない人多い、これ。俺、あんずやでって言ってんの。あんず。あんず、あんず、俺。分かる？トップスピードでのドリブルで細かいタッチができない。俺は、まあ、やっちゃあかんと思うんだけど、小学校、中学校の時は、道路のあの真ん中の線、点点点点ってあるやん。線が、シュン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 ってあるやん。あれをトップスピードでかわす練習してた。まあ、俺んとこ田舎やったから、まあ、車もなくて、全く車なくて、まあ、練習できてんけど、今やったら、コーンとかマーカーを、5メートル置きかな？ 5 メートル置きとかに置いて、5メートル置きとかに書いたら、ね、まっすぐって、こんな曲がらへんやん。これぐらいやから曲がんの。それをジグザグにドリブルして、コーンね、置いて、5メートルぐらいの間隔置いて、それをダッシュでドリブルして、そんな乱れへんと思うね。こうやって、なんか3メートルとかやったら多分乱れると思うねんけど、5メートル間隔とかにしたら、ドリブルって、ちょっと、まあ、やっていけば分かんないけど、乱れへんなっていく、それは。それでも3メートルぐらいになったらちょっと乱れるかもしれんけど、5メートル間隔で乱れへんから、そのスピードでドリブルできるようになったら、トップスピードでもボールを扱えるようになります。それはメッシーの練習、自主練かな？練習を見て真似しました。そう、人抜きドリブル。人抜きドリブルで、人抜きドリブルやね。人抜きドリブル分かると思う、みんな。それを、まあ、練習した、練習っていうか、それをトップスピードでできるようになったら、ほんまにそれ、トップスピードでボール扱うのは上手くなると思います。大切な試合で、緊張しないために何をすればいいですか？僕の場合は、ほんまに緊張した、最初の方は。緊張したけど、まあ、僕、まあ、3つあるかな？ 3 つかな？まず、ほんまに負けず嫌いやった。ほんまに負けず嫌いやから、こいつらに絶対負けたくないと思ったら、緊張はちょっとほぐれた。で、あと、次に、ほんまに練習したから、俺は。めちゃめちゃ練習してたから、こんだけ練習してたら大丈夫やろっていう気持ちにしてた、自分を。ただ上手くなかったけど、こんなに練習したから大丈夫っていう気持ちにしてた。で、例えばカットインのシュートだったら、いろんなパターンを練習しといて、あ、今これ練習と同じパターンやっていう感じでシュート打ったりしてた。やったら緊張がちょっとほぐれることもありました。で、あともう一つは、周りが緊張することが多かった、俺のチームね。小中なんか特に周りが緊張することが多かったから、周りの緊張を解くことに集中した。そうやったら自分の緊張勝手にほぐれてる。で、いやもう大丈夫やって、絶対普通にやったらいけるからみたいな感じでもいいから、普通に周りにそうやって緊張ほぐれるように、周りになんか言ってたら自分もほぐれるようになると思います。プロでも速く足が速くない選手って言いますか？います。めっちゃいます。めっちゃいますけど、その人たちに共通できるのは、ボールを見ないでもドリブルできること。それは大事だと思います。
走り遅いならボールを見ないでドリブルできること、それは絶対大事。はい、で次、中3なんですけど、去年中2の時に県大会で左膝で外足やってリハビリ中なんですけど、サッカー選手になることを諦めたりしない方がいいですか。なんでそれで諦めるっていう気持ちになるんかなって。今絶対だ、今めっちゃ辛いと思うけど、今ねめっちゃ辛いと思うねんけど、ほんまに怪我しても、その後しっかりリハビリして、焦ったらあかんよ、焦ったらあかん、ただしっかりリハビリして、その後しっかり直してからプレーして全力で毎日頑張ればプロになれます。で、まあ小林優選手とか分かる？小林優選手みんな分かるやろ、あの人は大学の時も怪我してたんかな、膝ね、靭帯怪我してたんやと思う、前十字かなしたと思うねんけど、でプロなっただけじゃなくて、あの人日本代表にもなってる。で古橋亨梧、あいつ内側かなんかやってんねん、あいつで練習できないこともあってしんどかった時期もあったとは俺は聞いてます。それでも岐阜に入れて、岐阜に、それもギリギリやったらしいけど、岐阜からオファー来て岐阜に入ることができた。亨梧ね、古橋亨梧も怪我して、あ、ほんまに辛い時期もあったけど、それを乗り越えて岐阜からオファー来て、そっからヴィッセル行って今日本代表にも入ることができて、やっぱり怪我って今その時はほんまに辛いけど、それを乗り越えるとほんまに日本代表になれたりプロになれたり、絶対これから先いいこと待ってるから、いいことが待ってるから、それをイメージして毎日辛いけど毎日しっかりリハビリすることが大事。もうそれで遊びに走っちゃったり、それでちょっともうしんどいから今日はもう休もうとか、そういう気持ちもなると思うねんけど、そういう気持ちはできるだけなくして、これを直してプロになったこととかをイメージして想像して毎日過ごすことが大事だと思います。亨梧とか、小林優とかはそうやってプロになったっていうのは聞いてます。はい、サルパ FC 途中から入団できますか。いやー分からんねえ、それは。サルパは中1の時に選考会で入るらしいから、今は。俺らの時はもう人数足りひんかったから誰でも入れるようなチームやったけど、今はもうめっちゃ強なったから、それはちょっと聞いてみた方がいいんじゃない。やっぱりここで、それはここで聞くよりチームに聞いた方がいいと思います。でほんまに気持ちがあるならサルパでやっていってもいいと思うし、他でも全然、サルパが正解じゃないからね。サルパで以外でも絶対にプロになりたいという気持ちがあれば絶対になります。で今みんなに聞くよ、プロになりたいと思ってますか。それを親や周りの選手、周りの人に、周りのなんていうの、友達とかね、友達とか親とか先生とかに、今プロになりたいということを言えますか。そうやな、思ってるから見に来たやな。そりゃそう、思ってるから見に来た。でも多分ね、これ言えない人もいると思う。自分が下手って分かってるから言えない人もいると思う。俺は最初言えなかった。俺は小学校の頃、自分ではずっとプロになりたいと思ってたけど、そこで、プロになりたいっていうのを周りに言うことはできなかった。だから俺弁護士って言ってたよ、小学校の頃。なりたいのは弁護士って言ってた。でもそれでも小学校の最後の大会の時にプロに、お前はプロになれるって言われてから、俺はプロサッカー選手になりたいって周りに言うようになった。で、そうやって周りにちゃんと表現することも大事だと思う。プロサッカー選手になりたいなら。で、下手くそなら特に。自分がプロサッカー選手になりたいなら、プロサッカー選手になりたいって。で、自分はプロサッカー選手になるっていう気持ちで、周りにも言えなくちゃいけないし、例えば俺やったら高校に入るタイミングで、なんか中3の時の先生、誰か知らんけど忘れたけど、中学校の先生に、高校大阪桐蔭行きたいって言ったら、いやそれの他にもあるんじゃないかみたいなこと言われたよ俺。いやいやと思って、俺プロのサッカー選手になりたいからそこに行くって、もうちゃんと言ったから。そういうところで
まあそういうとこ一つ一つポイントがあると思う。言わなくちゃいけないタイミング、そこでしっかり言うことが大事。例えば親になんか DM であったけど、まあしっかりなんかいけなんかが塾とかあるってね、塾とかしっかり勉強もしなあかんし、勉強できんかったらサッカーやめなくちゃいけないって言ってる人もいるらしいねんけど、もうそれは俺ははっきり言った。あの塾よりサッカー選手になりたいからサッカーやらせてくれって言った。で塾そうしたら俺の親は分かってくれる親やったから、それでなんていうの、あのそれでもっとサッカーに専念できた。塾の時間がね、塾ちょやめて専念できたから、サッカーに専念できたからもっと上手くなれたっていう自信はある。あのもっと上手くなれたなっていう自覚はあります、自分で。そういうところで自分で何個も何個も言うタイミングがあると思うから、そういうところで自分の気持ちに嘘ついたらダメ。そういうポイントで全部プロになりたい、サッカー選手になりたいって思う気持ちがあれば絶対プロになれるから。はい。自粛中は何してますかってめっちゃ来てるけど、自粛中はまあトレーニング、体幹とかトレーニングとかもしてるけど、まあちょっとランニングもしてるけど、まあそこまでできることはないけど、まあそれでまあ例えば今やったらこんなんやってるけど、アンズね、遊戯王のアンズやねんけど、アンズやってんねんけど、それでもまあプロになるまではめっちゃ頑張ってたから、まあね、これはちょっと許して。まあ今これからも頑張らなあかんけどね。でも今できること少ないから、まあ今やったらダンベル家に届いたからダンベル持ち上げてやってるし、まあいろいろやることがあると思います、人それぞれ。まあみんな同じことやれっていうわけじゃないから、例えばね、今スタミナないっていう人がおるんやったらランニングしたらいいと思う。どんどんランニングしたらいいと思います。で今体弱いっていう人がおるんやったら、体幹のメニューなんて今めっちゃ出てると思うし、コバトレとかも YouTube に上げてるし、コバトレ、あのサッカー選手、プロサッカー選手がよく行く体幹の、トレーニングするコバトレってあんねんけど、そういうところも YouTube 上げてるし、他の人たちも YouTube 上げてるから、それ真似したらいいと思います。で体幹やりたい 人に気をつけた方がいいのが、ボディービルダーみたいなね、あのトレーニング乗せる人おるけど、あれはまた違うから、あれはあのボディービルダーの筋肉だから、まあ見た方がいいと思うのは本田圭佑選手とか長友選手とか、まあ俺やったらコバトレとか見てるけど、まあそっちの方をメインに見た方がいい。あとスピード上げるトレーニングは別に自分も使えるから、スピード上げるトレーニングとかも見てます。そういうのから学んでいった方がいいと思います。まあ僕ができるトレーニングっていうのはまあ全部 YouTube に載ってるのばっかり、もう今の時代 YouTube で見れるからね全部。はい、ありますか他に。3部のチームでから J ユースっていけますかって。3部のチームって何？俺もっと低かったよ。3部のチームってジュニアユースのやつやろ？ジュニアユースのことやろ？俺3部っていうか、俺だって1期生2期生やから、ジュニアユースのそういうところにも入ってないよ俺。俺もっと下からプロになりました。初速を上げるためには、初速を上げるためのトレーニングがあるのと、フォームをしっかりすること。それが大事です。で、まあ、走り遅いなと思ったら、俺は最初は、初速の前に重心を低くすることが大事だと、俺は感じてました。小、中、高ね。人より重心低くして、待ち構えることが大事。いつも待ち構えて、いつも予測することが大事。やっぱり高校までの年代ってボールが来てから動き出す選手っていうのが多くて、エリートなんか予測することが多いから、頭いいからね。そこに追いつくためにはやっぱり出そうやなと思って毎回プレーすること、ここに来そうやなと思ってプレーすることでやっぱ一歩早くなると思います。はい、僕は財前、誰か知らんけど、あの、誰か知らんけど、まあ、サッカー教えてもらっ
サッカー教えてもらうっていうよりは、まあ、自分がプロになりたいかどうかでほんまに決まると思います。誰に教えてもらうかっていうよりは、自分がどっちがプロになりたいか、誰がプロになりたいかっていう話。自分がプロになりたいなと思ったらプロになれます、ほんまに。誰に教えてもらってるとか関係ない、ほんまに。まあ、バルサとかそこまで行く選手は、そのバルサのとか久保君とか、あんなとこまで行くと、ああ、バルサやからもっと成長できたなって多分みんな思うと思うんだけど、まあ俺ら下手くそからしたら、まあそこなんてもう、まあそこなんてまず関係ないから、もうそこはもう見てない。まずそのエリートたちに追いつくためにやらなくちゃいけないことっていうのを考えた方がいい。だからまあね、こうやって YouTube とか、こうやって僕の YouTube 見てくれてもいいですし、まあ僕の YouTube はバラエティっぽい感じやからね、まあためにならんと思うけど、まあこういう時に聞いてくれる人もいるし、こういうので参考にすればいいし、で、このなんか先生とか、あんまり知らん先生とか、サッカーあんまり知らん先生がコーチしてる人とかもいると思うねんけど、その人たちはしっかり YouTube とか、例えば、本田さん、長友さん、まあ、いろいろおるよ、ほんまに。でもな、なんか本田さん、長友さん、ちょっと苦労して、プロになったから、他の人はエリートコースばっかりの人ばっかりやから、そういう人見るより、まあ、自分に照らし合わせて、そうやな、まあ、俺とかもそうやけど、こういう、這い上がってきた人はいろいろ感じながらプレーしたと思うから、まあ、本田選手とかも、なんかガンバのユース上がれんかったんかな。長友選手は明治大学まで行って太鼓叩いてたっていうからね、そういう人たちがどういうことしたんかっていうのを知ってみるのも一つの手かもしれん。ちょっとサッカー知らん監督とかコーチ、なんていうの、サッカーとか知らん先生がコーチ監督とかしてる人たちはね、中3からでも頑張ればプロになれますかって、全然なれる。で、今プロで高校からプロになった人いるよ。高校からサッカー始めてプロになった人っていうのはいます。そういう人たちはもうやっぱりプロになりたいという気持ち持ってやってるし、今でも、自主練で、夜中じゃあ自主練で俺より1時間2時間おす、自主練してる選手でした。吐き気するんですけど、それで、100%が50%になったり、体が押さえつけてる感覚どうすればいいですか？俺、それありましたよ。吐き気あった時期。どうしても無駄やった気がする。でも、それでも俺は、走るトレーニングっていうか、毎日、まあ30分でもいいし、30分でも、まあ1時間でもいいけど、走って、で、山走るって言ったやん、さっき。山ダッシュしてみたりすることによって、それなくなっていったな、俺。そういう時期はあった。やっぱ強なると思う。ダッシュしたら強なると思う。100%でダッシュするっていうトレーニングすると強なっていくと思う。わかる。実るほど頭を垂れる稲穂かな。ちょっと待って、ちょっと待って。いやいや、もう調べたらわかる。神戸を垂れるなのかな。調べたらわかる。調べてください。まあ、俺は今、プロになれたわけやけど、まあ、お米の例え方よ、これ。お米。調べたらわかる。お米って実れば、ね。実れば実るほど、稲穂がこう、垂れ下がっていくやんか。垂れ下がっていく。成熟すれば、熟せば熟すほど垂れ下がっていくやんか。垂れ下がっていくのを人間と例えて、例えば俺やったらプロになって、成熟していくね。成熟していってプロになればなるほど、この頭がね、垂れていく。稲穂は頭垂れんねんけど、それと同じように自分もそれぐらい頭さ、あの下げて、まあ、天狗になんなんなってこと。いつでも、頭への、そのね、わかるやろ。俺、説明下手やねん。ごめんな。でも、大体わかったと思う。俺が知らんと思ったんかな、その言葉。まあいいけど。プロになるためには強い高校の方がいいですかね。プロになった選手で、強い高校以外に行ってた人、いるでしょ。俺もそうやし。俺なんか大阪府の決勝で負けた。まあ、それは強い方やと思うけど、まあ、
中学校なんて県1回戦で、小学校は地区の2回戦で負けました。それでもプロになれてるから、うん、だからそうやってプロになるには強い高校がいいっていう人もいるねんけど、まあそれはエリートの話で、まあ俺ら下手なやつらからすると、まあ、そこでどれだけ頑張れるかで、まあ強い高校なら強い高校で、まあ越したことないねんけど、それに越したことはないねんけど、弱い高校やったら弱い高校で、プロになりたい気持ちは絶対忘れちゃいけない。自分で弱い高校に行ってるって自覚してる選手たちは、そこで、プロになりたいっていう気持ちは絶対忘れたらあかん。理由としては、そういう弱い高校ってやっぱり遊びたい年頃やから、そういう弱い高校の選手って遊びに走っちゃう選手が多いと思うねんけど、そこで、自分に勝てるかどうか、遊びたい気持ちを抑えて自分は練習しなくちゃいけないと思って練習できるのか、強いチームやったら、練習したいっていう選手が多いから、その中で切磋琢磨して、でそこその中で意識高い選手に揉まれて、うま勝手に上手くなるから、その弱い高校とか弱い中学に行く人は自分がプロになりたいっていう気持ちは絶対忘れてダメだと思う。じゃないと、強いチームに行った人たちと比べて差ついちゃうから、そこで差をつけたらあかんと思う。はい、わかる、俺の喋り方わかるって言うと手挙げて、はーい。嫌なことに対してもモチベーション上げる方法ありますか？プロになりたいってなった時に生配信残すよ。でプロになりたいってえ何やった？どこに書いてない？あれ、見失ったよ。あ、まあいや、ごめん、見失っちゃった。プロになるためにどうすればいいですかっていっぱい質問来るけど、プロになるためにどうすればいいか。毎日勉強すること、例えば YouTube でいろんな選手のプレー見て、真似してみて、できることできんことあるから、それを真似してみて、例えば俺やったらロナウジーノみたいに、視察することが自分で得意やって感じたから、それ真似してるし、その時やったらファン・ペルシーとか、今俺の時期やったね、ファン・ペルシー、シェフチェンコ、インザーギ、フレーブ、ネイマール、もうそこら辺ね、メッシ、クリロナ、テベス、そこら辺の、キックフェイントを真似しました。もうみんなそれぞれキックフェイント違うから、やっぱキックフェイントって攻撃の選手は覚えた方がいいと思います。うん、そういうのを真似することやね。真似して、そういうの真似してできないことってやっぱできるようにした方がいいと思う。もうそこからで、それでできるようにしたら、そこでまた試合に使えるかどうかっていうので、使えるようにした方がいいと思う。で使えるようにしたら、どんどん自分に、あ、こういう時はこれやったら抜けるのか、感覚が覚えれると思うから、そういうので覚えていって、プロになるように近づいていけるから、はい、わかりますか？うん、アンズやからあんまうまく喋れない。いつもアンズじゃなかったら喋れんねんけど、ちょっと早口で喋るか。うん、早口で喋った方がいいか。うん、フォワードからセンターバックになってプロに目指すのありですか？あります。全然ありです。いっぱいいます。みんな聞いてみ、めっちゃあると思うよ。うん、めっちゃありますよ。フォワードからセンターバックになってプロになる人もいるし、プロ、センターバックからフォワードになってプロになってる人もいる。だからいろんなポジションからもう変わっていくから、そこで、しっかり、評価してもらえたりで、自分で嫌やなと思ったらそれで断ればいいから。うん、で断った分、例えば俺ね、高校の時ね、高校の時俺左サイドバックに転向するかって言われたことあって、その時は、あ、俺ほんまに嫌で、で試合出れんかったからね、フォワードで、フォワードで試合出れんかったから左サイドバックになるかって言われた時にほんまに嫌で、もしフォワードで点取れんかったらサイドバックやりますって言って、でその時に、プリンスリーグで点取ったから、うん、点取ったから、そのままフォワードで折れてんけど、まあプロになりたい気持ちがあれば、そういう、ね、
どこで勝負したいかっていうのは自分でも、うん、分かると思うし、まあそれで監督が引き出してくれることもあると思うけど、うん、まあけどみんなにはちゃんと聞くことをお勧めします。その中で俺は左サイドバックやってて、あ、これじゃ他の人と変わらないなと思ったから言いました。それは俺無理やからやらんからって言ったわけちゃうよ。僕はちょっとこのポジション、他の選手と同じになっちゃうから、ちょっとここのポジションよりフォワードで勝負したいってしたいんですけどどう思いますかっていう感じで聞いた。もう反抗して聞いたわけじゃないよ、はい、嫌なことに対してモチベーションを上げる方法。俺なんかこれなんか違う話に行っちゃったかな。嫌なことに対してモチベーションを上げる方法っていうか、普通に、ね、プロになりたいんだったら嫌なことってうん、頑張れると思うんや。で、まあ嫌なことあるよ。例えば俺やったら、まあ守備するのも嫌やったし、まあそれ以外に、まあ俺やったら走りのメニュー嫌やったし、基礎のトレーニング嫌いやったし、あとフィジカルトレーニングみたいなサーキットっていうのかな、あってんけどそれも嫌いやった。でも俺より上手い選手ばっかりやったから、高校もそうやし小中高含めて俺より上手い選手ばっかりやったから、こいつら越すためにはこれやらなくちゃいけないと思ってやってました。だから俺はトレーニング好きじゃない。でもこの今チームでいる、まあ、やっぱり上手い選手ってチヤホヤされるから、このチヤホヤされてる選手より絶対上手くなりたいと思うような気持ちでやってたら、絶対そのトレーニングは必要やし、そのトレーニングに対してモチベーションを低くやってたら、後々自分に、自分で後悔すると思う。その一個一個ってやっぱ積み重ねやから、そこでちゃんとモチベーション高くやる人とモチベーション低くやる人ではすごい実力の差が開いてきます。高校ではそれは自分で感じました。自分はやっぱりそういうところで手抜いたらまあ負けるなと思ってたから、この選手たちに勝つにはこれ必要やなと思ってやってました。だから嫌なトレーニングはみんなあるよ。俺もめっちゃ嫌なトレーニングばっかりで、俺はもう走るの嫌い、ほんまに走るの嫌いよ。だけど負けるのは嫌やった、だから頑張りました。それでも分からん、嫌なことに対してモチベーションを上げる、どこにでもいるサッカー部の人、名前ね、名前がどこにでもいるサッカー部の人、嫌なことに対してモチベーションあります上げ方ありますかって言われたから返してんだけど、嫌なことはそれはあるけど、でもそれはプロになるために大事なことやから。で、俺もほんまに嫌なことだらけやったけど、できるだけそこでこういう上手い選手を越すために、絶対上手い選手って手抜くねん。今その小中高で上手い選手って困難戦でも上手いからっていう感じで手抜くから、そこに勝つためにはやっぱり自分はそこで差をつけようって、まずそこから感じることやね。まあそこで感じれなかったらプロになれないと思います。はい、もうちょっとやるよ、もうちょっとやる、もうちょっとやる、聞きたい人がいっぱいおると思うからもうちょっとやるよ。4軍ぐらいから4軍ぐらいのとこから始めるには空港サッカー部に入って4軍とか言ってるけど、ほんまに5軍とかからプロになってるやつほんまにいるからね。マジでおるよ、めっちゃいるから。なんでそこで俺僕4軍だからとか思っちゃうんかなって。もうみんなの話聞いてこようか。俺まあ4軍からなとこから始めるとか、ちょっと見れへんなコメント。4軍の人、4軍のとこから始める、どっちに行ったらいいか、始めるにはどっちっていう。自分はあまり上手くないんですが、試合に出れそうなところに行くか、4軍ぐらいからのとこから始めるか、どっちがいいか分かりませんって。4軍からでも頑張ってトップチームに上がると思う。4軍から絶対上がれると思うよ、ほんまに。で、4軍から上に上がるってなったら、上手いやつとしっかりコミュニケーションは取った方がいい。何クソっていう気持ちは持った方がいいと思うけど、しっかり仲良くなったら
やっぱり仲いい人にはパス来るから、それは仲いい、なんか媚び売れってわけじゃないけど、やっぱりコミュニケーションって大事で、例えばそいつがボール取られた時に自分が頑張ってボール取り返してあげて、もう一回パスしてあげる、もうそれだけで、まあ、そいつがあ、こいつ俺のことに俺にパスしてくれてめっちゃ助けてくれるやんと思ったら、そいつからまたパス してくれたりするから、そこで自分が何ができるかとか生まれるから、1軍になるためにまず上手い人と仲良くして、であと4軍とかから始まるかもしらんって言ってるかもしれないけど、4軍のやつなんてもう意識低いやつの塊ばっかりやで、ほんまに。もう例外はいるけど、その中で同じように練習してたら、ダメよ。その4軍3軍2軍上がっていくにつれて意識高いやつ多くなっていくと思うから、そういう人たち、まずその4軍やったら4軍、この4軍の人に負けないように一番頑張れるように頑張らないとダメ。わかる？これ、まず4軍で1軍に上がりたいと思っても意味ない。まず3軍に上がらなくちゃいけない。そのためには4軍で一番頑張らなくちゃいけないと思います。頑張ること、ほんまに頑張るって簡単に言うけどできないから、みんな絶対できないから、できない人多いから。で、頑張れる人がプロになるし、まあ、エリートは別だけど、頑張れるようにした方がいい。それ頑張れるなら4軍でも絶対にそっからトップチーム上がれる。サイドバックに必要なことはちょっとわからんな。まあドリブルは必要だと思うよ。ドリブルはしっかり磨いた方がいい。俺下手やもん。下手やからドリブル頑張ってやりました。左足でドリブルしたくて、利き足じゃない方でドリブルを2年間くらい意識して頑張ってるんですか。プロで利き足じゃない方のドリブルをする人はいますか。ね、利き足のドリブルの方が大事。ただ今の指導者とかでも、なんか YouTube とかでも見てたら、両足できないと意味ないっていう人はいると思うねんけど、それはエリートの話で、僕ら下手くそなやつらからすると、俺らが両足上手くなっても他の人との差は埋めないと思うねん。で、俺らに必要なのはまず利き足でめちゃめちゃ上手くなること、左足で自由自在にボール蹴れるようになること、自由自在にドリブルボールを扱えるようにすること、そうしてから逆足でもいいと思う。エリートは違うよ。エリートは両足やった方がいい。それ上手いにも、もともと上手いにも。でも俺らは違う。俺もそうやったし、俺もシュート全然入らんかったから、左足は特に俺はもうめちゃめちゃ練習したよ。右足なんてほぼ練習してない。マジで。まあ今苦労してるけど、やっぱり下手くそなやつって、まず、利き足で、ほんまに自由自在にボール蹴れるようになることっていうのは大事だと思います。まあ、パウロ・ディバラとか見たらいいと思う。もう左足しか使ってないの。それでもあんなとこまで、あんなトッププレイヤーで活躍できんねんから。そう。利き足が一番大事。プロのサッカー選手に必要なメンタリティって何ですか？負けないことやね。負けず嫌い。負けないこと。あと、目の前のことに頑張れるかどうか。まあ、プロになってからは、今やったらまあ困難しちゃってるけど、まあ俺は高校の時寮に入ってんけどね。まあ寮に入った理由は、俺は中学校まで、まあ一人っ子やから、小中の時はもう親が何でもやってくれた。小中ね。小学校、中学校。親が何でもやってくれたから、それがない、それじゃダメやっていうことで寮に入って、で寮でみんなと一緒になんかいろいろやったりすんねんけど、洗濯物とかね、掃除とかね、まあいろいろ食事の出す係、給食係っていうかな、なんかあんねんけど、そういうのもなんかサボりたい時ってあるやん。サボりたい時も、あ、みんなのためにこれやってあげようとか、みんなのために、あ、この洗濯物やってあげようとか、走りじゃないよ、洗濯物やってあげようとか、
掃除当番ってやっぱ1人とか2人で回してた、1人2人とかが担当でそれを回していったりしてたから、まあそれを軽くしてあげるために手伝ってあげたりね、手伝ってあげたり、そういうので、なんていう、そう、そういうので、なんていうのかな、ちょっと何の話やったっけな、うん、そう、メンタリティっていうのはやっぱそういうので、感謝する気持ち、こいつ、この人たちを助けてあげようっていう気持ち、感謝して、あ、この人たちに、このたち、その人たち頑張ってるし、助けてあげようって気持ち、まあ日頃から掃除とかもそうやし、まあ食事の手伝いとかもそうやし、まあ例えば家から通ってる人やったら親の手伝いとかもそう、お母さんはめっちゃ頑張ってくれてると思うから、お母さんの手伝い、まあそれだけでも一つ変わると思う、一つ、あ、今日しんどいけど頑張らなあかんなと思ったら助けてあげるって気持ち、それはサッカーにもつながるし、サッカーでは、あ、この人たち、この人のために守備してあげようとか、この人のために、この人たちのために、点取ってあげようとか、引っ張ってあげようとか、そういう気持ち生まれると思うから、まずその、周りへの感謝と、あと負けず嫌いっていう気持ち、その中でもこの人たちは絶対負けたらダメとか、あ、他の高校、他の中学に絶対負けたくないっていう気持ちでやること、メンタリティは、まあそこかな、感謝と、うん、感謝する気持ちと、何？感謝する気持ちと負けず嫌いっていう、負けたくない気持ちっていう、そこは大事です。はい。体力つけるのにいい練習法って、練習でまず体力つけるのにいい練習法ありますかって言ったら、まず試合するときに、歩いたりしてませんか？うん、歩いたりしてるやつがまずそういうの言っちゃダメよね。は、それでも走って走られへん選手やったら、私も多分ね、今言ってる人たちは、練習とか、あと、練習とか試合で、歩いてる選手ってやっぱりいると思うね。やっぱそういう練習とか試合で、周りのために頑張って助けて、守備で戻ったり、頑張って周りをサポートするために攻撃で頑張ってカウンター走ったり、そういうところで、トレーニングした方がいいと思う。走るトレーニングね。今、プロになってる選手っていうのは、そういう選手が多いから、周りのことを助けてあげたり、周りが困ってたら、そこに早くサポート行ってあげたり、そういう選手が、プロには多いから、そういう選手ってやっぱり、ランニングトレーニングしなくても、そういうところでもう、息切れてんねん。練習でも、試合でも。もう、めっちゃしんどそうに、めっちゃ、息切れて、やってんのに、助けに行ってあげたりするか、もうそういうところで鍛えられると思う、ほんまに。はい。じゃあ次。昔の自分から成長している実感がなくて悩んでます。周りの人にどんどん差をつけられてしまって焦っています。どうすればいいですか？さあ、俺もね、小学校、中学校ね、の時ね、さあ感じんかって。さあ、さあ感じた。自分がスピード遅くて、感じました、めっちゃ。でも、その時、周りに聞いた。自分はどうしたらいいんかとか、まあ、上手い選手に聞くの嫌やったけど、上手い選手に、俺どこが下手とか、どうやった方がいいとか聞いた。やっぱ周りの選手ってやっぱり自分のことをよくわかっていると思うから、そういう人に聞いた方がいいと思います。それで、恥ずかしがって聞けなくて、自分で閉じ込めちゃったらダメ。周りにどんどん聞いていくことが大事です。知ることが大事。いろいろ。自分の中で閉じ込めちゃったら何も知れないから。だから、そういうところで知ることが大事です。焦っちゃあかん。焦ったあかん。でも、行動はしなくちゃいけない。はい。で、はい。サッカーどうやって上手くなったんですかって。サッカーどうやって上手くなって。俺、ほんまに下手やったからドリブルを練習しました。ドリブルめっちゃ頑張ってやりました。はい。で、練習ではドリブルできるんですけど、試合本番になると練習と同じようなドリブルできなくなるんですけど、パウロ選手はこういう字がありました。ドリブル、練習ではうまくできるけど、試合では、ドリブルできないって
のは、それはまず練習ではドリブルできるって、それドリブルできるって言わんから、まあ、僕もできない時期はありました。試合でうまくできない、試合でドリブルうまくできないっていう時はあったけど、それは練習でしっかり敵をイメージして練習できてないのと、あと多分練習で、テンポ遅くて、テンポ遅いね多分。試合のテンポで、試合のイメージして、試合のリズムでドリブルのイメージをして練習すれば試合でも絶対使える。で、練習で試合のように、試合のそのスピードで、試合のスピードで練習していけばどんどん身についていくと思うよ。多分試合が、練習でドリブルできるけど試合でできないっていう人は練習でのスピードが遅いんやと思う。練習での、ドリブルのスピードをもうちょっと速くして、で試合のイメージをしてやることが大事です。左ウィングでポジション争いしてるやつがいます。自分は利き足しか使えないんですが、ドリブルに自信があり、そいつより断然うまいです。しかしそいつは両足使います。自分はクロス上げないでカットにしてゴールを狙う。そいつはクロス上げてチャンスメイク。監督ならどっちを使いたいですかね。まあまあ、それはまあいろいろあると思うし、監督の好みもあると思います。で、例えばね、もしその監督がもう決めるんやったら、クロスは絶対練習した方がいいよ。クロスで、クロスを上げる選手が好きなんやったら、クロスをやっぱり練習した方がいい。で、クロス練習した上で、で自分はこのカットインができるんだぞっていうのを見せた方がいいです。チームのことができて、チームのね、チームで求められてることプラスアルファで自分の武器を出すこと、それが大事で、もうそれができないんやったら、自分のその監督に言われたことできずに、自分はもう自分の武器だけで頑張りたいんやっていう人はもう点取るしかない。で、点取る能力がないならドリブル練習しなくちゃいけないし、で、それでも点取れないならクロスは絶対練習した方がいい。で、それはクロスが好きな監督やからね、好きな監督やったら、からクロスを練習して、それ、あ、クロスもできるんや、あ、でもカットインもできるんや、それ使おうってなるやろ。で、それでもね、まあ、クロス、まあ、嫌いなんやったらカットインで点取るしかない。点取ったら使わざるを得ないから。そう。で、ね、で、それも監督コーチに聞くべきやと思う。どうした方がいいですかって、何が足りないか聞いた方がいいと思う。それでいろいろこう答えてくれる人が、答えてくれる人が多いと思います。答えてくれると思う、絶対。どのようにドリブルの時間をしていますか？どういうこと？まあいいや。中3でサッカーと勉強の割合がうまく分けれないんですけど、サッカーと、勉強をうまく分けれないっていう人多いんだけど、文武両道ができないっていう人多いんだけど、まあ俺高校は、本当のこと言うと、高校はサッカーの勉強してないよ。もう勉強も一切しない。マジで。まあそういう高校やったから。で、勉強し、まあせんでも良くなったからね。しないけど、中学の時まではしっかり勉強してました。まあ別に勉強せんでもよかったんけど、でも勉強と両立しないといけないって親に言われてるっていうなら、文武両道ちゃんとやったらいいんじゃない？なんでできひんのか、多分自分でわかると思う。絶対できるから。なんでできひんの？逆に。なんかしちゃうんじゃない？ゲームしちゃうんじゃない？携帯いじっちゃうんじゃない？テレビ見ちゃうんじゃない？サッカーを言い訳にしてあかんよ、それを。勉強できないのは。サッカーを理由にしてあけないよ。関係ないから。サッカー関係ないから。絶対できるから。絶対できる。で、学校の授業を普通に聞いたらいいねよ。絶対できるから。で、そう分からへんのやったら頭いいやつに聞いたらいいよ。多分普通にちゃんとやってないと思うよ。決定力上げるコツってありますか？隅に行けること、隅に行ける練習すること。で、ボールを例えばペナのアークあるやろ、ペナのアークからある程度ここに打ったら角に行くなとか、多分感覚で練習すればするほど身についてくると思うから、それは身につけること。
で、まあ、アークとかないかもしらんけど、まあ、チラッとゴール見て、ここら辺かなって蹴って、隅に蹴る練習とかもした方がいいんじゃない？カットインして、毎回毎回ゴール見るわけじゃないから、俺も。毎回毎回ゴール見るわけじゃないから、この角度からこうやって蹴ったら隅に行くっていうのは、自分で感覚として身につけないといけないと思います。攻撃の選手だったらね。誰が上手いと思うって。それはプロ全員上手いと思います。俺より。それでも俺はプロになってるから。あと10分ね。あと10分だけにします。サッカーノート書いてましたかって。サッカーノート書いてました。で、サッカーノート書いてたけど、高校の時、まあ、小中高書いててんけど、高校の時は、提出しなくちゃいけなくて、サッカーノートをね。提出するようには、自分の、なんか、そういうのは書いてません。自分の、まあ、ざっくり。で、監督に言われたことを書くようにしました。普通の提出のノートには、監督にこう言われたから、こうした方がいいと思う。で、こうやって、これからこうやっていきたいっていう感じでサッカーノートしてました。で、それ以外に僕自分でノート作っててんけど、例えばゴールシーン、練習試合とかでゴール決めたら、そのゴールはどうやって決めたかっていうのを、書いて、あと自分の、自分の武器を出せたかどうかと、自分の武器出せなかったプラス自分ができなかったことっていうのを、メモしてました。で、チームの良かったとこ悪かったとこっていうのはあんま分からんかったから、自分でね、分からんかったから、分かった方がいいよ、分かった方がいいけど、自分では分からんかったから、まずは自分の武器出せるか、出せたか出せなかったかで、新しい自分の武器、なんかいろんな、あ、これができるんだと思ったことはちゃんと書くようにしてます。で、ちっちゃいメモ帳みたいな、ちっちゃいメモ帳とかに書いてました。ちっちゃいメモ帳に書いて、家帰るまでに忘れちゃうこともあったから、それはあかんなと思って、ちっちゃいメモ帳持ってきて、エナメルバッグに入れて、試合終わった時に、パパパって書きました。自分のいいところ、悪いところで、自分の武器、出せたかどうか、で、自分の武器、新しい武器なんかあったか、で、自分の武器出せなかった、これは何でかっていうのはしっかりまとめました、毎日。それは下手くそだったからで、エリートはやらんでいいと思う。自分が下手くそだと感じた人は、下手くそな人って頭で整理できないから、そう、頭で整理できないから、俺の場合はサッカーノートとか、まあ、サッカーノートっていうかただのメモやねんけど、メモできるようにしました。頭悪いからね。メモして、その後、自分で理解できるように、帰ってからそのメモを見たりしました。はい。今、中学生の部室、部活がなく、今、中学生なんですが、部活がなく、近所の公園も閉鎖してるんですが、シュート練習ができなくて困っています。この休校期間中、どうシュートを磨けばいいですか？ゴールシーン見てください。メッシのゴールシーンとか、いろんなゴールシーンがあると思うけど、それで自分のイメージを高めてください。まあ、それだけ。で、今、外に出ろとは言いません。そこで、自分のイメージをできるだけ高くして、いろんなレパートリーがあるから、いろんなシュートの種類があって、いろんな角度からの、いろんな角度から、いろんな足のインステップ、インサイド、アウトサイド、いろんな蹴り方でシュート決めるシチュエーションがあるから、それをいろいろ自分の中に、インプットすることが大事。それってもう試合でも使えるし、例えば俺やったら、高校の時にね、選手権とかで点決めたシーンで、あ、ロナウジーニョと同じシーンやっていうシーンと、とか、ファンペルシーの、あ、ファンペルシーがやってたシュートと一緒やって思いながらシュート打って入ったシーンあんねん、俺。それは撮れてないと思う、動画に残ってないと思うねんけど、やっぱそういうイメージって、やっぱ身につけること大事やから、多分、下手な選手、俺もそうやし、下手な選手って自分でそういうイメージができんから、そうやって YouTube とかそういう映像で自分の中、頭の中にずっと回していってあげた方がいいと思います。今シュートの練習は無理ちゃうかな。中盤の人は何が練習した方がいいですか？ドリブル、ドリブル。ドリブルできないとパスできないから。ドリブラーになれっていうわけじゃないから。
ドリブルキープできるようになるには、ドリブラーじゃなくて、ドリブル練習しなくちゃいけない。ドリブル練習して、ドリブル余裕持ったら、ボール扱うのも余裕になったら、周り見る時間が増える。周り見る時間が増えるから、それでパスもうまくいけると思います。はい。ランニングするのが怖いですが、するべきですか？ランニングするのが怖いとしない方がいいよ。うん、今の授業はせんでいいよ。ありますか？また、まとめて、質問まとめて出したいかなと思います。それもしっかりメモしてるから。うん。こうやって、こうやってね、まとめてやってるから、こうやって。スクショしてるから、全部スクショして置いてるから。それで、ある程度、ジャンルに分けて、その質問にちゃんと答えたいと思います。で、ほんまに真剣な人たちが今来てくれてると思うから、その人たちには、まずプロになりたいという気持ちをしっかり持ってほしい。はい。で、そのために何が必要かっていうのを毎日考えてほしい。俺は中学の時、ほんまに遊ばへんかった。周りの人に聞いたらいいと思います。中学の友達にめっちゃ誘われて、めっちゃ行きたい気持ちあったけど、それでも、俺はサッカー頑張りたかったから、みんなに、サッカー頑張りたいから、ちょっと遊べないって言ったら、その人たちも理解してくれた。まあ野球部が多かったんけどな、友達、学校の友達ね。うん、その人たちはサッカーのこと知らんけど、俺のことめっちゃ応援してくれたし、で、俺がサッカーしてるとこまで来て、頑張っとるな、みたいな感じで、ちゃちゃ入れに来て、ね。もうそれでも、まあ嬉しかったし、まあそれで、頑張れよって言ってくれた人たち、ね、また会いたいけど、まあ今は会われへんけどね。そういう人たち、が応援してくれるから、しっかりなんか真剣に頑張ってる姿勢を見せてたら、絶対周りもそうやって頑張れよっていう感じになってくれるから、プロサッカー選手になりたいっていう気持ちで周りにもちゃんと言って、そういう気持ちで頑張って毎日過ごしていけたらいいなと思います。はい。まあけど、あと3分で終わります。中3なんですけど、スピードに自信があるんですけど、持久力ボコボコです。トレーニングありますか？ないけどね、しんどいからって言ってね、例えば、スピードがあって、ドリブルが得意なんか知らんけど、スピードがあって、しんどい時に、走らないっていう選択肢はやめた方がいい。鍛えてるんやったらね、今。今鍛えてるんやったら、練習や試合で、やっぱりダッシュした後ってしんどいと思うねんけど、その後、毎回練習や試合でサボらないこと。今しんどいから走りたくないって気持ちはわかるけど、それでもその一本走ればもっと走れる。もう、そのしんどいなと思ってやめようかなと思ってるその一本を走るだけで、スタミナはちょっとでもつくから。それを積み重ねることによって、やっぱつくと思います。ランニングはいろいろ種類あるけど、やっぱそれが一番やと思います。いかにしんどい時に走れるか。しんどい時に、無理無理、もう今無理やからっていう感じでやめちゃうんじゃなくて、しんどいけどこれ絶対これ行こうと思って頑張って走ること。もうそれが一番身につく方法。はい。このメイク、アンズ。遊戯王のアンズ。わかるよ。ツイッター見て、ツイッター。俺のツイッター見たらわかる。で、サイドバックしてる。持久力はあるんですが、スピードはないとどうしたらいいですか？スピードは、ほんまにフォームで変わるから、YouTube とかで、フォーム見てください。あと、自分の、走り方を動画に撮って、確認してみるのも大事です。今毎日何キロ走ってますかって書いてるけど、まあ毎日何キロか決まってない。でも、ダッシュ、100%で走るダッシュは10本入れるようにしてます。やっぱり100%で走るって大事で、ねえ、試合で100%で走るために、試合で全力出すには、まず100%で全力で走れるようにしなくちゃいけないから、100%でのダッシュを、まあ30メートル、50メートル、まあ自分で決めたらいいと思うんだけど、それで100%走る
ようにしたらいいと思います。まあ、武井壮さんが言ってるよね、それ。100%で走れた方がいい。あと、イチローさんも言ってると思う。100%で、まずスイングとかで100%で打って、そこから100%打てなかったら、100%打てなかったら80%で打てないでしょみたいなことを言ってたと思う、多分。足が遅くてドリブルが楽しくなくなりました。だから足はほんまにフォームで変わるから、フォームと、やっぱり走りが速くなるトレーニングってあるから、サッカー選手ってやっぱ走りが速くトレーニングっていうのは、やっぱ陸上のトレーニングやなって思いがちやねんけど、やっぱ陸上のトレーニングでもやっぱサッカーに活かせることってあるから、それはちょっと見て感じた方がいいと思います。絶対変わると思います。俺はほんまに遅かった、マジで遅かったから、走りほんまに遅かったから、めっちゃ遅かったで、マジで。ね、じゃあ、あと参考にしようかな、質問。要は、まあ、弾丸のコツ、まあ、これは別に参考に入らない。弾丸のコツなんかもシュートを打つことよ。全力でシュートを打つこと。全力でシュートを打つ練習した、俺は。下手やったもん。全力でって言っても、シュート全然背ちっちゃいから打てなかった。で、もう弾丸なんてもうずっとシュート打つ練習して、で、その時にずっと打つ練習してたら、なんか力入れなくても、インパクトが気持ちいい、なんか気持ちいいな、蹴りができる時があると思う、一回。全然力入れてないのにシュート打て、なんか、すごい力抜いて打ったのに、バーンってシュート入ったなと思う瞬間があると思う。その瞬間の、感覚を忘れないうちに、同じような蹴り方で何回も蹴るようにしました。わかるかな？筋トレはね、ほんまどっちでもいい。どっちでもいいと思います。でも、海外の人はやってるね。海外の、若い選手はやってます。日本は最近高校生でやりだしたんかな？そう。で、まあ、そこは、筋トレは、まあ、人それぞれやと思うけど、まあ、速く走るためのトレーニングっていうのは筋トレ、まあ、それも筋トレに入ると思うんだけど、まあ、俺はそのトレーニングはしてました。走り速くなるためのトレーニングはしっかりしてました。だって、ね、高校の時にリレーで、やっぱ走り速い人って選ばれるやん。俺、選ばれへんかったからね、走り遅いから。だからそれでも悔しかったし、まあ、それで走り速くなるためにはどうすればいいやろっていうのは毎日考えて、まあ、YouTube でこうやって今は走り速くなるためのトレーニング出てたわけじゃないから、今は出てるけど、昔は出てたわけじゃないから、まあ、そこでいろんな人に聞いて練習しました。で、自分のフォームは全然上がんかったけど、足の上げ方とか考えてちょっとは速くなりました。アウトサイドのリフティング。アウトサイドのリフティング、セスクファブレガス調べたらいいと思います。体がブレない。上半身がブレない。足をしっかり上げるようにして。こんなんなったら上手い人おらんやろ。上手い人はみんなこうやってやってるから、普通に。ね。こうわかると思う。言葉で伝えにくいけど。マックシュートのコツは小林悠が言ってました。ポストを狙うこと。ポストを狙うことが大事。で、小林悠が言ってた一つ、まあ、これで、この機会いいと思うんだけど、小林悠が言っててんけど、シュートを打つため、シュートのトレーニングで、まずシュート練習になったなら、まく練習する人は、まあ、ポスト狙うことが、逆のポストね。逆のポストを狙って巻き臭の練習すんねんけど、その時に1本目、まず練習、サッカーのそのシュート練習での1本目が大事って言ってた、小林悠は。小林悠ってめっちゃ点取り合いやねんけど、みんなもわかると思うけど、小林悠選手が言ってたのは、まずシュート練習の1本目が大事やから、1本目を集中して必ず決めること。これが大事って言ってました。はい。
みんなもシュート練習するなら、まず、1本目。やっぱり1本目集中できない選手って多いと思うんだけど、その1本目から集中する力をつけたら集中力って上がっていくから、それで集中力を高めていく練習をしていいし、集中力とシュート練習で2つ高めれるからね。はい、いいかな。ドリブルの自主練は何やってたって、まあ今も俺も言ったけど、まあ5メートル間隔のドリブルやね、5メートル間隔のドリブルの練習とボールタッチの練習をしてました。で、日本代表に行くためにはどうすればいいですか。俺も行きたい、俺も日本代表行きたいと思ってる。だからそのためには日本代表に行く気持ちを持って、まずプロになることやね。あなたやったらね、プロになることが大事。俺やったらもっと、まあプロになったら、まあ点取るとか結果出すことが大事やから、また別の話になってくんねんけど、はい。で、全然関係ないですけど、筋トレは何をしてますか。筋トレは俺は、まあ山口に来てからやけど、まあ体全身鍛えるようになったし、全てのトレーニングに意味があるトレーニングしてます。例えば瞬発力と鍛えるためにはここの筋肉を鍛えた方がいい。でもここの筋肉を鍛えるだけやったらダメやから、全身のパワーを使って鍛えるようにしてます。もう例えばね、ここだけ鍛えたいからって言ってこんなん知っても意味ないから、意味あると思うけどね。これをしたら、これが筋トレじゃないから、これをすることによって何が生まれるかっていうのをイメージして筋トレすることが大事。俺の言葉下手だから、安全やからね、今安全やから下手なだけで、はい。レノファンに来た理由は J1 に行きたいから、 J1 に行きたいからです。シモさんに言われて、シモさんに J1 行きたいかって言われて、あ、 J1 行きたいなっていう気持ちがまた、改めて感じるようになって、でレノファで J1 行きたいっていう気持ちがあります。今はだからレノファで J1 行く気持ちしかないですね。で、高校の監督に認めてもらうには、まず高校の監督が言われたことを、自分で吸収しないといけない。で、吸収して分からないことがあったら聞きに行くべき。で、それは媚び売ってるわけじゃないから、ちゃんと聞くことが大事。一日一日無駄にしないように、練習トレーニングで、意味のあるトレーニングするためには、イメージはやっぱり試合のイメージしながらトレーニングすることが大事やから、やっぱり監督コーチはその試合をイメージした中での練習、イメージした中でその練習をしてくれてるから、その練習の意図をちゃんと聞いた方がいい、ちゃんと練習の意図を分かって練習したら、やっぱ自分も多分監督のにハマるようになると思う。監督に、あ、分かってるなと思ってもらえるようになる。そうしたら監督も使ってもらえるようになります。東京先発に中学入ってるんですけど、成し取りに行くにはどうすればいいですかって。死ぬほど練習するしかない。死ぬほど練習するのと、そいつら上手い選手って、その上手い選手がそのままプロになるわけじゃないから、それは感じた方がいい。そこから、追い越すためには、そいつらを追い抜いたろうと思って練習すること。あと、まあそいつらに聞くっていうのもいいと思う。上手い選手に聞くっていうのもありだと思うけど、俺はそいつら嫌いやったから、そいつらを追い抜くためには、俺の場合は時間で、この人たちより何時間も練習したろと思ってやったら上手くなりました。はい。やっぱり下手くそなやつって意味考えられへんから、そのなんでダメかって考えられへんから、俺の場合もそうやったから、俺はなんでこいつらより下手なんかってわからんかったから、もうめちゃめちゃドリブルで練習しました。もうボール見ずにドリブルできるようになるまで、練習して、他のこの上手い選手に対抗できるような武器を作ろうと思って毎日毎日練習しました。だから、そうやって前、昔俺のことをバカにしてた選手を越すこと、追いついて追い抜くことができたし、昔そうやってドリブル磨いててよかったなって感じたんで、皆さんにもおすすめしてます。はい、もうそろそろいいかな。はい、ダサいメイクってこれアンズやで。
知らんの、アンズ。身長が低いキーパーでプロになるのは難しいですか？まあ、身長が高いに越したことはないねんけど、やっぱり、それやったら結果で示すしかないよね。キーパーだったら。無失点やったら負けないから。キーパーで活躍したいなら無失点にすること。どの試合も無失点にしたら絶対プロになれるから。まあ、全部の試合無失点にすることは難しいと思うけど、やっぱプロになる選手って無失点の試合めっちゃ多いらしいよ。はい。あと、ね、まあ身長高かったらそれだけでプロになっちゃう選手もいるけど、まあそう、身長低いっていうならもう無失点で抑える試合を多くしていってほしいと思います。サッカーノートに何書いてますかっていうのは、まあ武器、まあさっきも言ったからいいか。自分の武器、そう、自分の武器と、で、その武器使えたか、今日使えたか、使えなかったか、で、新しい、こんな技もできたとか、こんなことができなかったとか、あと、決定力あったとか、決定力なかったとか、いろいろあります。自分のことばっかり。でも、チームのことも、まあ、いろいろ書いたけど、まあ、チームのことあんま分からんかったか、俺もね。だから、ドリブル練習して、ドリブルのことばっかり頑張ってやって、で、ドリブルのことを研究してました。で、プロになれたから。だから、ほんまに下手、アホな選手はドリブルした方がいい。エリートなら別。エリートはみんでいいけど。高校の時何時に寝てましたか？高校の時はね、まあ、11時とかね、12時に寝てました。で、朝は、5時半とかな。朝練行ってました。まあ、朝練、俺らの学校朝練なかったから、みんな朝練しんかってんけど、俺はもう下手やったから、まあ俺と水野ってやつね。まあ東京ユナイテッドにいると思うねんけど、俺と水野ってやつ。この二人は、俺とね、東京ユナイテッドにいるこの水野ってやつは、毎日朝練で練習してました。それ以外はみんな練習してなかった。たまに玄太とかね、来てたけどね。玄太、三浦玄太ね。プロなってるよ。今もう代表入ってるよ。なってたけど、やっぱりまあ朝練やったらプロになるってわけじゃないからね。ただけど、今下手くそって自分で分かってるなら、ほんまに朝練もしないと時間の無駄かな。俺は朝練しないとプロになれないと思ったから、朝練頑張りました。じゃあラスト1個にしようかな。子供の時に思い描いていた自分になれてたと思いますか？慣れてないよ。慣れてない。慣れてる選手もいるんやろうけど、慣れてない。やっぱり、うまくいかない。全部がうまくいくわけじゃない。で、高校の時もうまくいかない。中学校の時もうまくいかない。小学校の時もうまくいかない。ずっとうまいこといかない、うまくいかないことばっかり。でも、それでも、そのうまくいかない、思い描いたようにならない時でも、常に前向いてたし、なんでできなかったのかっていうのを感じるように、考えるようにしてました。例えば小学校、中学校でもう全国行けなくて、あと県で1回戦で負けたり、県の中、兵庫県でも勝てなくて、自分の技も出せなくて、もっと上に行けるはずやったから、関西大会とか、もう出れると思ってたから、自分はね。出れると思ってたのに出れんかった、描いた通りにいかなかったっていうのは、なぜできなかったのかって毎回考えるようにしてほしいと思います。そこで、もう悔しかった、悔しかったっていう気持ちは持つのはいいねんけど、悔しかったで終わる選手より、ここで、悔しかった、でもこれでこの現状どうにかしたい、次これをこ、この思い描いたところにたどり着くためにはどうすればいいかって、ね、感じることで、それを感じれるようになったらもう一個上に行けると思います。で、今僕も、まあ、プロになって、まあ、J1 で活躍してると思ってた、自分でね。でも活躍できてないっていうのは、まあ、自分にも原因あるし、それで
自分に何が足りないのかっていうのは今自分で考えてやってるとやってます。みんなもそれで、考えてやったらいいと思います。僕はこれから J1 に行くと思うんで、まあ、レノファでまず J1 に行くし、まあそれでまあ J1 に、俺は J1 に行くから、みんなにも俺の目標を言っとくけど、俺は J1 に行く、しっかりで J1 に行って俺は日本代表になりたいと思ってる。そういう気持ちで毎日頑張ってます。でも、みんなもそういう例えばプロになりたいとかそういう気持ちを持って毎日頑張ってください。でも思った通りにいかないことがばっかり、思った通りにいかないことばっかりよ毎日。どんだけ泣いたか俺が、プロになるまでどんだけ泣いたか、もう目パンパンの時ばっかりやで俺。高校なんて毎日泣いてて、毎日じゃないけどね、どんだけ試合負けて泣いたり、まあ泣き虫って言われてたからね俺。どんだけ悔しかったか、でどんだけ悔しい日々過ごしたか、でどんだけミスしたか、どんだけ周りにバカにされたか、でも俺プロになれてるから、ね、だから思い描いた通りに行ってないけど、みんなも思い描いた通りに行ってないと思う。でもこっから、自分が想像した世界に、想像イメージした場所に行けるためには、そこで自分に負けちゃいけない。そこで次どうすればいいかっていうのを常に考えるように頑張ったら絶対プロになれるから頑張ってほしいです、はい、また、こういう機会作ろうと思うから、まあ茶化してくるやつはどんどん茶化してくれていいけど、それでまあプロになりたい選手はどんどん聞いてほしいと思います。まあ DM でもなたまに返せない時とかもあると思うねんけど、まあ最近ちょっとめっちゃ悩み事を送ってくれる人が多くて、ちょっと返せない時が多いねんけど、できるだけそういうアンサーはちゃんとしようと思います。それが僕が言ったことが正解じゃないけどね、俺が言ったことが正解じゃない、俺が正解やと思ったことはみんなの正解じゃないから。でも俺がこうやった方がいいなと、俺が下手くそでプロになった理由はこうだよっていうのはみんなにちゃんと発信していこうと思うから、こういう機会、また作っていこうと思います、はい、高校で無名、最後ね、高校で無名になった選手俺で、こいつ誰ってなったから、最初お前10番なんて言われて、高2になって10番になった時、お前が10番、お前誰やねんって言われて他のチームからね。こいつらマジで、こいつらお前が誰やねんと思ったけど、こいつら絶対に追い抜こうと思って頑張ってやりました。やったらそこで高2で、注目されの頑張って結果出して、注目されるようになったから、そう、まあ何が起こるか分からんから、毎日頑張ってたら何が起こるか分からんから、みんな頑張って。ということで、あんま返せなかった人もいると思うねんけど、またこういう機会作ろうと思うんで、またよろしくお願いします。ということでいいですか、はい、ありがとうございました。またはい、またの機会で、絶対プロになりたいと思ってる君は絶対プロになれるから、その気持ち忘れずに毎日過ごしてください。では